諸葛亮や他の将たちの働きにより、諸葛亮は呉の主戦派と組みし、関ヶ原。殿、孫吾と組み、曹操と対する今が始まりです。この先、私は殿の天下のため、あらゆる知略と奇計を振るいます。ああ、期待している。そなたの策こそが頼みだからな。ではまず、殿は西へと向かってください。西？殿の勝利は赤壁にはありません。すでに張飛殿と張雲殿が勝利をつかみに西へと向かっています。そなたには見えているのだな。わかった。殿、いかなる時も志をお忘れなく。我らの知勇で曹操の船団を退ける。周瑜、全軍の指示は任せたぞ。そろそろ頃合いですね。私は祭壇で祈祷の準備を始めましょう。よし、ならばこちらは炎の準備に入ろう。小貝殿、船へと向かわれよ。時は痛い。地は整いました。これより風を呼ぶべく祈祷を行います。さあ、俺と勝負だ。アップしろ。それは手強い。押されているぞ。さあ、敵将を討ち取りました。小貝殿、今しばらくそこで待たれよ。船出は東南の風吹くとき、よろしいな。少年場だ。敵将討ち取りました。これは手強い。押されているぞ。お待たせしました。さあ、この風に乗り勝利をつかむのです。なんと、本当に風を起こすと。はや、驚いておれ。小
郊外殿。おうさ、行くぞ。高校服一世一代の大舞台よ。どんな失態を。この手を煩わせて申し訳ない。わしが相手だ。この首もらい受けるぞ。敵将討ち取りました。敵将討ち取りました。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。これは手強い。押されているぞ。援軍とは片付けない。命拾いしましたぞ。拙者は徐孔明。上に覚えあればお相手願う。大船団などと調子に乗りおって食らえ。水の上で孫悟に勝とうなんぞ。100年早いわ。ドラを鳴らせばそれを合図に船が動く。それで敵陣へと攻め入る道ができるだろう。ただし敵にとっても攻める機会となる。船を動かすときは状況に気をつけるのだ。敵将討ち取りました。援軍とは片付けない。命拾いしましたぞ。まだ勝負は決まっておらぬ。ここから一気に押し返すのだ。さあ俺と勝負だ。カットしろ。敵将討ち取りました。少々厳しい状況だ。これ以上ここに留まっては危険か。本陣は放棄せよ。体勢を立て直すぞ。
さん。いざこの超春雷と華麗なる勝負を。危ないところでした。援軍感謝いたします。私には不要。またお会いしましょう。敵将討ち取りました。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。やらんぞ。敵将討ち取りました。行きます。ここは引かねばならぬ。だが我が波動はまだ逃げたわけではない。敵将討ち取りました。よし、曹操の軍勢は撤退したな。みんな勝ち時を上げよう。我々の勝利だ。良い結果が出せて何よりです。
揃いました。さあ劉備殿と合流し甲州へと向かいましょう。甲州へとな。赤壁をおとりとし甲州をはじめ慶州の用地を奪取しました。そこを足がかりに劉備殿には益州を手に入れていただきます。なるほど、確かに兄者にとって根拠地を得るは急務。しかし狡猾だ。狡猾結構。上品な策では乱世に打ち勝てません。